それでは時間になりましたので始めていきたいと思います皆さんこんにちはレックス専任講師の横溝です今回このガイダンス動画なんですが今からでも間に合う短期合格スケジュールそういうようなタイトルでお話をさせていただきます だいたい30分間ぐらいね、えー、話をしていくのでまあその中で何かいいヒントを見つけていただけたらなということなんですね今年の行政書士試験は11月の13日に予定されています多分予定通りそれでやってくるんでしょうということになりますと この動画をご覧になっている方はね、まあ、早くて2月中旬ぐらいなのかな、ご覧になっているのは、だから勉強を始めるというようなタイミングが2月下旬から3月というところですね、そのぐらいの方を想定してお話はしていきます。まあ、もちろんそれ以降というのでもいいのかもしれませんけれども、やはり受験生ですね、今年の行政書士試験を目指して勉強を始める方の、 だいたいスタートのタイミングというのが12月そしてちょっと遅れて3月までというようなイメージがあるんですね。あの4月以降でももちろん学習をスタートさせて合格している方はですね初めて勉強している人でもいらっしゃるんだけれども結局スタートラインが遅くなれば遅くなるほど負荷がどんどんかかってくるということは当然です。 10月昨年の10月とか11月から勉強している人もいるわけで、まあ、そういう方だとある程度余裕を持ってスケジュールを組めますけれど始める時期が遅くなれば遅くなるほどやはり やらなければいけないことをやるべきタイミングというかその時間的な余裕がぎゅーっとこうね狭くなってくるっていうそれはもう仕方がないところなんですねだからあとはいかにいつまでに何をやるかっていうことをですね上手にイメージしながら勉強していってでその中で例えばレックの講座を取るとしたらどんなものがいいんだろうかっていうことも合わせて考えていく、まあ、そんな30分間にしたいなというふうに思っております。 はいということで、今回、イメージとしてはね3月スタートというのを想定しております。3月に始めたとして、えー、いつまでに何をやっておけば良いのかなということですね。それをちょっと確認していこうというものなんですね。で、まあ、せっかくなんで前にもそのことを書き出してみますけれども、まあ、一応こう3月スタートと。 3月からやるんだよということを想定していくのであればやはり一つですねこの学習のスタート時期から入っていただいて大体6月末ぐらいまでがまず最初の基準になるのかなここが3月から入っていただいて6月の末ということですね。 レクだ,いいだとこの途中の6月の終わりにですねあと140日の過ごし方というようなイベントが組まれることになりますのでこれはぜひ見ていただけるとねいいかなというものなんですね。ライブ配信もするしあの 感染状況などに応じてですね教室で実施するとかいろいろここは柔軟に対応していきたいと思いますけれどまず最初の分岐点はやはり6月の終わりなんですよ6月の終わりまでにあることをやっといてほしいというのがあります全くの初学者の方の場合であればやはり1からね自分で0で勉強するというのもなかなか大変であろうと思われます。 レックの合格講座と言われるですね、講座がありますので。まあ、そちらを上手に活用していただきたいで、特に三月からってことになると。少し負荷を軽くするという意味で、まあ、おすすめなのはこちらなんですね。こちらです。合格講座スタンダードコースと言われるものが。やはり、えー、おすすめです。これは。今年の二月一日から受付を開始するというようなものなんですけれども。 あの本来はパーフェクトコースといってですね、こちらですか、もうちょっと回数の多いものが用意されております。まあ、パーフェクトコーススペシャルと、それからもう1個、パーフェクトコースというのがあって、大体の方はこちらを取られてるんじゃないかとは思いますが、あの、まあ、合格講座、科目別討練、そして、パーフェクトコースの場合ですと、こちらですね。 記述基礎録養成講座と文章理解特訓講座というのがこう入ってくるんですがスタンダードコースはこれがない感じですね、この2つがない、だからそれ以外は全部入ってます合格講座もフルで64回全科目入ってますし科目別答練もあります、そして模試が3回ついてきますが、まあ、この真ん中の2つの講座がないというイメージになるのが。 それが2月1日から売り出されるというこのスタンダードコースといわれるものですねある程度負荷はかけていかなきゃいけないけどやるべきことがあまりにもありすぎるとやはり消化しきれないということになりかねませんのでその意味ではこの合格講座をとりあえずまずしっかり 消化していくということに集中できるこのスタンダードコースっていうのはお勧めではあるんですねで、この合格講座はもちろん全科目試験に出てくる全科目がそれぞれのここに映っているような回数で設定されておりますメイン科目と言われるのは上の3つなんですよ憲法民法行政法というこの3つです で先ほどの3月から6月末ねその辺りでどこまでやっといてほしいかというとこの3つのメイン科目のうちの2つはしっかりと消化しておきたいそういうイメージです。だからこちら3月から6月のところでということになるのであればここで意識しておくべきなのはやはりメイン科目県民、業ですねこのうちの2科目ね メイン科目のうちの2科目を仕上げる、だからメイン科目と言われるもの、県民、業ありますので、その憲法、民法、行政法、うん、まあイメージ的には、例えば憲法と行政法とか。 憲法とと民法とか、まあ、憲法か憲は入れといて行政法か民法かどっちかというそういうイメージになりますかね、まあ、回数的にも憲法11回で民法と行政法がそれぞれ22回ありますので、まあ、だから33回分の授業っていうのをしっかり消化して、えー、それの復習をしておくというところまでが大体6月末までにできていればいいのかな3月のどこから勉強を始めるかにもよるけれど、まあ、それでなんとか対応できるのではないかってそういうようなイメージなんですね。 まあもちろんそれでも結構、消化していくのは大変だろうとは思われますのであのまあ通学のクラスということを利用するのであれば合格講座の平日クラスと日曜クラスを併用するようなイメージだから週3コマですかね3コマから4コマ聞いていくようなイメージっていうのが一番 実は理想的だったりはしま,すまあまあ週4コマ消化しろっていうのはなかなか大変だと思うので1週間の中で4回分の授業をというのは大変だと思いますからまあ3回分ぐらい1週間で通常レックの講座は2回分の授業を消化していくイメージでスケジュール組んでますけれどもうんそれを週に3回分の授業を消化するっていうようなイメージでなんとか頑張ってこのメイン科目のうちの2つを 一通り聞き終わりそしてそれに対する復習をかけてある程度仕上げておくってところが6月末までにできているといいのかな、まあ、もちろん3科目全部できててもいいですがやはりなかなか、ねえー、そこまで全部やりきるというのも大変ということがあると思いますのでまずはこの3科目中の2科目をしっかり仕上げるというところを6月末までのミッションそういうふうに捉えていただくといいと思います。そして 今度7月8月9月ですねま,あまた夏場にかけてということで第2クールなんですがこちらがまあ7月から入っていき途中8月がありの9月末ですね。大体この9月の終わりぐらいのところで。 あと50日の過ごし方というイベントがまた用意されているんですね。ですから、これをまた利用していただけると良いと、無料で受けられますのでということなんですが、やはりここの7月、8月、9月末までに、 結局6月末でメイン科目の3分の2が消化できていれば残りの1科目メイン科目の残りの1科目を終わらせることとそれから残りのメイン科目すでに受けたものも含めてしっかりより仕上げていくってことが大事になりますのでまあやはりここはメイン科目のね 3科目全部仕上げるというようなイメージで捉えていただければいいです。そして8月ぐらいからなんだけれど、これは8月ぐらいからでいいかなと思いますが、8月ぐらいからここはそれ以外のマイナー科目の皆さん、例えば、商法、会社法であるとか、ちょっと省略しちゃうけど、それから、 一般知識のところではやはり個人情報保護関係ですねそして文章理解です先ほど紹介したスタンダードコースだと文章理解特訓講座というものが抜けてしまうんですけれどもやはりこの文章理解は 3科目じゃない,いや3問出るんですけれど文章理解は3台出るんですがやはり一般知識全部で14台出て6問以上正解しないとその段階で不合格になってしまうという条件がついていますのでその中での文章理解3台というのはとても重要です。できれば3本全部回収していきたいというのが今の本試験での文章理解のレベルです。 というのも文章理解って国語の問題っていうイメージなんですけれども筆者が最も言いたいことを選びなさいとかっていうようなその与えられた課題の文章のまあ本当に要約をして最も言いたいことを選ぶみたいなタイプの読解力を要求する問題はもうずっと10年ぐらい出ていないんですよ。じゃあ代わりに何が出ているかといったら空欄補充問題。 課題として与えられている文章の中に空欄が開けられてそのところに入るセンテンスを選ぶとか単語を選ぶとかっていうようなもの2021年はそれしか出てないです3問とももう一つのパターンとしては並べ替えです課題の文章を5つぐらいのブロックに切ってシャッフルして 正しい順番に並べ替えてごらんという問題ですねだからその2つだって考えますと文章理解に関してはこれ極めてテクニカルに解いていくことができる内容の把握というよりはテクニックで十分答えが出せるものということになります文章理解特訓講座っていうのはこれはそのテクニックをお伝えする講座ということなんですね だから、この辺りまで来たときには、もちろん合格講座として、商法・会社法や一般知識というところでまあお話はしていくんですが、文章理解特訓講座は、この一般知識の中では触れないんですよ、触れないので、記載の場所がページとしてはちょっとずれるんですが。 えーとですね。ちょっとこんな講座の紹介が載ってるページを今前に移してみました。そうそう、これあの中上級講座のページなんですが、実は今写ってるこの過去問徹底解析講座、文章理解特訓商法会社法特訓とかね、民法卓一60問とか記述60問とかありますけど、このあたりはあのバラバラに売られてくるんですね。だからスタンダードコース取りつつ、例えば文章理解特訓講座っていうもの これは実際ねえ本試験のここ5年ぐらいの文章理解の問題1年分3台をだいたい15分ぐらいでやってみてでそれで全部できるっていうんだったら受けなくていいですただやはり結構間違えるなうーんと5年分で15台あるでしょうそれの丸抜正解不正解の割合で。 まあ6割以下の正答率っていうことに全体としてなっちゃった場合は受けといた方がいいたがですこれだけで受けられますから追加でねあとそれからやはり記述60問解きまくり講座も取っておいていただけると2021年の記述の問題もここから2台出ていたりしますのでまあ非常にいいというような話になりますかね。 まあそれ以外は皆さんの勉強の進み具合でということになるんだと思うんですがそういったいくつかオプションの講座を加えるということもこの時期ですかこの時期にはぜひご検討いただけたらなという話なんですね。文章理解は文章理解特訓講座とかさそれからあとはまあ記述対策みたいなものもこの辺8月ぐらいからやっておきたいので。 この記述60問解きまくり講座ってさっき紹介したような講座もぜひご検討いただけるといいだろうということなんですね。それからまあ全般的にはその合格講座を受けながらあとはこの時期になると,うんと仕上げるといった時の,その仕上げのお手伝いというようなイメージになりますがここに関しては仕上げるというところのお手伝いとしてですね これはあ56点アップ道場というものを毎年やっておりますこれ全科目入っているんですけれど直前期のまとめに使えるような講座ということなんですね。で毎年、公表いただいている講座ということでもありますので、まあ、この56点アップ道場というのもぜひ、えー、検討しておいていただけるといいかなということではありますね。 直前期に取るべき講座というのをいくつか厳選して受けていただいてでその合格講座と合わせて、えー、知識の仕上げを図っていくというのが、まあ、この時期やるべきことということになってくるんでしょうね。まあ、ここから先あの実は10月以降というのはもうこれは全受験生共通なんですよ。 あの結局9月末までにメイン科目を仕上げそれ以外の科目も手をつけというようなところで10月1日から用意どんで最後の直前の総まとめに入るということになりますね。行政法などはやはり知識の正確さを強く求める科目でもありますので 自分の知識に穴がないかどうかぐる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 短いスパンで全体を回しながら穴を探してそこを埋めていくということをやっていく、まあ、先ほど見た合計56点アップ道場の行政法はそれに最適のレジュメを用意してでもう直前期はそれしかやってないという状態の方が非常に多いということでもあるんですね。もっと言えば3月からのですねまずベースの勉強については。 まあ変な話例えば昨年レックで講座を受けているというのであれば昨年の講座で一通り仕上げておいた上でこの直前対策講座や56点アップ道場だけを取ってそこで最終調整をするというやり方もありです。まあ、もちろん独学である程度知識を入れた上で直前講座だけ取るというあり。 やり方もありですそれから完全な初学の方初めて勉強する方は最初に言ったようにスタンダードコースと言われる合格講座が入ったコースを取りつつ直前対策講座厳選して取っていただいてそれで本試験を迎えるということがとても大事になりますまあ、9月の半ばぐらいからね、えー、あちこちで公開模試が始まりますぜひ公開模試は積極的に受けていただきたい まあレックのが3回ありますがそれ以外の他社の模擬試験なども含めてですねシミュレーションの回数は増やしておく必要がありますやはり模擬試験は本番の準備としては最適のものなんですねだから練習は本番のようにという言葉もありますので本試験さながらの緊張感を持って受けていただきたいなということとそれから問題を解く順番とか時間配分とか そういいいいったものものろろ試してしてほんですねやはり一般的にこういう順番で解いたらいいよとかこういう時間配分でやったらいいよって話はあちこちに書いてある。合格した人が自分はこうだったってこともあちこちで書いてる。ね、それはただ一つのモデルプランでしかなくてあなたに合った方法かどうかはわからないんですよ。だかかからああなたたに合っっ方法であるどどうかはどうはやって 確認するかといったらあなたが確認すするしかなないんですよあなたが模擬試験をなるべく受けてこれはもう住んでる場所によってねもちろんそれぞれの実施団体の会場に来れる方は会場で受けたらいいだろうしまあその時のコロナのですね感染状況によってそういう人が集まるとこに行くのは怖いなっていうような状況であるのかもしれません。 もしそうであるならばご自宅受験というやり方もありだと思います、まあ、ご自宅受験でもその模擬試験の間はもう宅急便が来ても出ない電話かかってきても出ないっていうかまあスマートフォンなど電源落としとくこの3時間私連絡取れませんから世界とって状態で模擬試験を受けていただくってことがまあ一番望ましいですねということにはなるんですでもちろんそのドリンクは飲まないとかさ その本番さながらでやっていただきたいという模擬試験が最後10月の半ばぐらいまでかな9月の半ばから10月の半ばってところで続いていくということになりますしやはりアウトプットの比重っていうものは勉強を始める時期が 3月からということであるならば早い段階からやはりアウトプットですねそれは意識しておいていただきたいこれ仕上げるという言い方をしましたけれど仕上げるというのはどういうことかというのも最後にちょっとお話ししておきますが、まあ、もちろんこれはインプットですね知識を入れるということはとても重要ですでもそれだけで終わってはいけない。 え当然、このインプットに対してですねやはりうん学習効果を高めるという意味ではインプットが4割アウトプット6割ってそういうイメージなんですよ。ね、だからインプット4割アウトプット6割で最初の段階からアウトプット少し多めにやっておくということはとても大事。 レックの合格講座で言うんであればアウトプットの素材はこれは復習ドリルと言われるドリルがついてきますのでこの復習ドリルでアウトプットをするということを勉強を始めた段階からしっかり一緒にやっておくということはとても大事ですそして一科目終わったネーターも憲法を受け終わったで次行政法に入るというときには必ず行政法を受けながら憲法の そのアウトプットの練習も週に1回ぐらいでいいから継続的にやるようにしておく。私の授業を受けてるとランク A とか B とか言いますからランク A っていったところだけとりあえずピックアップして、えー、復習ドリルをやっていくっていうやり方もいいと思います。あのー、1回勉強しし終終わわっっって一通りり授業を受け終わった後の見直とというところで、えー、考えるきにはやっぱり 教科書通りの順番で見ていくのではなくてなるべくランダムにやった方が学習効果は上がります教科書通りに1ページ目から順番に最後までやっていかないと気が済まないって人結構いるんだけどそれは実は学習効果って意味ではあまり高くないんですよすごく時間に余裕があるタイミングからならまだいいんだけれどこうやはり3月から勉強を始めてってことを考えた時には 重要なところから潰していって次にそうでもないところを潰していくみたいな感じでまあ雪だるま方式ですね何回転化させてしっかり理解していくってことがとても大事です。そして最初の理解度みたいなものは低くていいのでね最初によく分かってなかったものが半年後ぐらいにすごく分かるようになるっていうような自分の成長をちょっと楽しむっていうのが資格試験の大事なポイントです。 最初からすべてをパーフェクトに分からなければいけないというような勉強の仕方はこの資格試験の勉強には向いてないです。そうではないんだある程度そういう意味ではいい加減さが必要です。丁寧にコツコツとでもいい加減にやっていくっていうなかなかなんだかよくわからない感じになるんだけれどでもそのいい加減さってとても大事です。 常に必ず100%のパーフェクトを目指すっていうような勉強の仕方はこれは短期合格ということを考えた時にはマイナスになるんだってこともぜひ知っておいてください、まあ、アウトプットではね復習ドリルだと言いましたあの本試験の過去問題もちろんマークシートがメインの試験ですから本試験の過去問題もとても大事ですただ本試験の過去問題っていうのはアウトプットの素材じゃない。 インプットの素材ですだから過去問題はインプットの素材だぞってこともぜひ意識しといてください何がどう出ているのかってことを知るためのある意味教科書ですそれが完璧にできるようになったからってそれで絶対合格できるというものでもありません繰り返し同じようなものが出ますのでよく選択肢別になっているようなね 問題集はなんかレクからも出たらしいですけどそういうようなものを使って、えー、それを何十回転もさせるんだみたいないわゆる反復練習をひたすらやるというですね、やり方まあ、ね、別に悪い言い方ではないけれどちょっと全近代的な勉強の仕方ですよねただ確かに効果はなくはないので効果はなくはないんです。ただ、 あのただひたすら繰り返すのではなくその繰り返していくときに毎回毎回多少工夫を加えながら修正しながらやっていかないとね同じようにただただ繰り返して条件反射的に丸×××××みたいなあその答えが出せることで自己満足に陥ってたらそれは残念ながら実際の模擬試験とか本番の試験受けたときには問題解けないですなんか足別の問題集一生懸命やってできた気になってるだけっていう そういうい残念な結果に終わる危険性が高いです、うん、だからこそ過去問っていうのはそうやってただただひたすら繰り返してできるようになればいいってものではないってことは頭に置いといてくださいそうではないです何がどう出てるるのかをちゃんと知るだからインプットとアウトプットは常にワンセットなんですねそれバラバラにやっちゃダメなんです。インプップッットトトアウまととめてて一つのこれは完成形になっていくと いうことなんです、ね、アウトプットとインプットが合体するということアイウって感じだねアウトプットとインプットのプットを取ったらアイウですよアイウっていうのがこれが大事っていうそういう話になってくるんですね、えー、学習するときにはアイウが大事ということなんですねそれはぜひ、えー、しっかりと意識しておいてくださいそして過去問はインプット 過去問でアウトプットしようとしちゃいけないっていうこともぜひ意識しておいていただけたらいいのかな今からでも間に合う短期合格スケジュールということで全体のスケジュール感ね今回はだいたい30分間の時間を使ってですねお話ししてまいりました。このの動画を見ててで、えー、に勉強しようかなと思っているのであれば ぜひできればレックの合格講座スタンダードコースなどを使いながらまずスタートからね、えー、レックで提供している講座で勉強していただけたらなと思いますし、まあ、直前期の講座を利用していただいても良いのかなとも思いますので、まあ、何らかの形で今ご提案したような講座などもうまく利用しながらその時期 別に何をやったらいいのかってことのですね、えー、一つの戦略を立てるときの参考にしてもらえたらなということです。はいえー、それでは今回ですねあの約30分間でお話をしてまいりました今からでも間に合う短期合格スケジュール、えー、そろそろ時間になりますので、えー、このあたりで終了ということにしたいと思います。ででは、えー、引き続き続、えー、勉強を頑張っていていすね11月13日 本試験合格を一緒に目指してまいりましょう本日はありがとうございました